1944年6月15日。この日の未明にサイパン島に上陸した船団を護衛した機動部隊による本土空襲を危惧し、午後5時30分より本州、四国、九州に警戒警報が発令されるとともに、海軍は本土南洋上に哨戒機を出していた。該当地域の各飛行場は緊張に包まれ、すぐ出撃できるように準備していた。だが、午後10時30分になっても敵機に関する連絡は何もなく、夜間侵入が極めて不利となる小型な艦載機による来襲の恐れは消えた。しかし、以前より情報を掴んでいた新型重爆による大陸からの空襲の可能性は消えず、なおも警戒を続けていた。そんな中午後11時31分、最終島にある電波警戒機を通知より九州、中国地方の防衛を担当の西部軍司令部に緊急電が入り、比嘉不明機がほぼ西方より最終島に近づいていることが報告された。敵爆撃機による空襲の可能性もあったが、不明機のコースが海軍の哨戒機の帰投コースと似ており、敵味方識別のために関係各部隊に対し調査を開始した。次に最初の緊急電より15分後、不明機が最終島北東50キロまで近づいてるという情報が入り、すぐにも空襲警報を、という意見まで出たが、警報とともに八幡製鉄所の溶鉱炉の火を落とすこととなっており、一度火を落とした溶鉱炉を再稼働させるには相当な時間や費用がかかる上、国内製鉄生産量の 30% を占める製鉄所の作業が止まることとなる。今後の方針が決まってない中、午前0時8分には最終島東20キロに約4個編隊、その7分後には最終島西方150から170キロに発見、一部は旋回中、といった電報が入ってきており、不明機がかなりの数があることが確認され、敵編隊である可能性が高まってきた。また、同時刻に平戸対馬間を結ぶ電波警戒機構より不明機が投信中という情報が入り、0時20分には不明機が時速400キロで飛行していることが算出され、不明機に該当する遊軍機がいないことも確認され、0時24分、とうとう空襲警報が出された。午前0時27分、警報発令を受け西部軍指揮下の第19飛行団令下の飛行第4戦隊の戦隊長は戦闘機発進を命じた。第19飛行団には他に1円を装備した飛行第59戦隊がいたが、十分な戦力がないことから出撃は命じられなかった。日頃から夜間訓練に励んでいる4戦隊の中でも、熟練のパイロットが操る8機の途中により構成された KQ 中隊は、0時52分までに全機が小月飛行場を離れた。離陸した途中は高度2000から4000メートルまで上昇した後、2部隊に分かれそれぞれ小倉、関門海峡東側にて旋回待機していた。無線には地上からの命令の他に一瞬だけ日本で流れるはずのないジャズ調の音楽が流れ、搭乗員に敵機の来襲を確信させた。小倉、八幡地区からほぼ10キロの六根島より爆音が聞こえるという情報が入ったが、敵機を照らし出す小空灯は一向に光らず、搭乗員たちは焦りを感じていた。突如、無線より船隊長の命令。敵機は用地上空に侵入。活機は攻撃すべし、という命と共に夜空を幾筋もの光が横切り、その攻防の中に一機の大型機が浮かび上がった。この機を上空の途中が捉え、降下し大型機を追い始めた。搭乗している笹隊が、笹、ただいまより第一撃、という送信をするとともに操縦桿についた上向き砲発射ボタンを押した。この一瞬こそが、以降1年2ヶ月にわたる対 B-29 本土防空戦の幕開けであった。笹隊による攻撃は大型機に致命打を与えられず、とうとう敵機を小空島圏外へと取り逃した。だがこの機を遅れて上がった西尾純也が登場するというが捉え、攻撃を仕掛けたが撃墜ならず、戦闘機であったこの機は照明弾を投下し、離脱していった。一方、戦闘機を取り逃した佐々木は関門海峡上へ戻ろうとしている最中に侵入する敵機を2機発見しこれを攻撃。一機を炎上させたもののこれも小空島圏外へと取り逃してしまった。最初の撃墜は1時35分、木村純也によるものだった。敵機まで200メートルまで迫った後に37ミリ砲を敵機に向けて発射。50メートルまで肉薄した後に回避のために急上昇した敵機をなおも追撃し、これに37ミリ弾を浴びせ、敵機はコントロールを失ったまま落下した。これに続き飛行隊長の小林隊が敵機の左翼の付け根に50メートルの至近距離より、37ミリ弾を命中させ、敵機は爆発炎上し炎の塊となって墜落していった。その後も次々と撃破、撃墜の方が上がり、弾薬や燃料の補給なども挟んで午前3時に十分頃にようやく防空戦闘が終結した。一休みした後に、作戦会議のために空中勤務者を中心に小月で会合が開かれた。
来襲機について新型重爆だと予想されていたものの、推定性能が出された程度で正確な形状は不明で、B-24 と似ているという証言もあったため、侵入機は B-24 と新型重爆の混成とされた。一方で、撃墜機の多くは海中に墜落したが、2機のみがオリオと若松に落ち、陸軍航空本部調査課をはじめ海軍からの技術将校が直ちに墜落現場に派遣された。オリオのものは爆発炎上し見るべきものは少なかったものの、若松のものはかなり原型をとどめ、貴重な資料となった。その中で調査員は一つ興味深いものを発見した、敵搭乗員が撮影したとされる未現像のフィルムである。このフィルムは関係施設にて直ちに現像され、焼き付けた因果紙にぼんやりと大型機が映し出されていった。丸いのっぺらぼうの機種、細長い胴体と主翼、そして大きな垂直尾翼を備えた巨大な4発機であった。この時、敵新型重爆、B-29 は初めてその全容を日本軍の前へ表したのだった。さて、B-29 による日本初空襲は B-29 撃墜波11機に対し、日本軍の被害は被弾1機のみであり、戦果だけで見ると勝利と言っても差し支えはない。しかし、初回の迎撃にて敵機の半数を撃墜して戦意をくじくという目標は達成できず、高射砲も砲弾9000発放ってなお撃墜戦果を出せず、日本本土の防空体制の脆弱さが明らかとなった。これより先、日本陸海軍の防空について兵器や編成の面などから見ていく予定であるが、流れの都合上次回以降とさせてもらう。ご視聴、ありがとうございました。